はどこだ。は容姿だよ。何やらしてもうまいな。ちょっと何なんですかあなたたち。何ですか君。あんたが社長か。はい。山崎洋次がここ来てただろう。いや彼はいたけどさっきうちの本庄とどっか行っちゃいましたよ。嘘つけよ。いや嘘なんかついてませんよ。じゃあその本庄ってのはどこ行ったんだよ。そんなことを私は知りませんよ。うちの本庄に何の用ですか。あんた誰だ。本庄裕二のマネージャーです。マネージャーだ。はい。本庄に伝えとけ。え、この女と料理室の交換だったら。いいか、4時まで待つ。場所はレンガ倉庫だ。必ず伝えろよ。じきづきやがったか。はあ、あなたたち本庄さんのこと全然分かってない。何言ってんだこら。あの人決して時間通りなんか来ないんだから。時間通りに来させたかったら予定より1時間早いスケジュールを伝えて、その上でこっちから迎えに行かなくっちゃ。あんたいっつもそういうことやってんの。もちろん、でもさ、これは一応緊急事態なんだからさ。お前見捨てられたんじゃないの。来なかったらさ、どうするつもり。来るわよ。大体何なのよあなたたち。自分たちの仲間のチャンスでしょ。なんで素直に喜んであげないのよ。そりゃあなたたちの気持ちもわかるわよ。一人だけ先に行かれちゃったんだから。でもね。じゃあ俺たちは黙って応援してるっていうのかよ。俺は絶対嫌だね、そんなの。だからって陽次くんの足引っ張ることないじゃない。私ね、一応マネージャーやってるからよくわかるんだけど、ほら、チャンスっていうのはさ、みんなに平等に来るもんじゃないじゃない。それでもみんなそのチャンスをつかむために一生懸命やってるのよ。みんなも本気でバンドやってるからわかるでしょ。ほら、生意気なこと抜かしてんじゃねえ。俺たちに説教してってんのか。ん、やめなよ。彼女の言ってること間違ってないよ。何揉めてんだ。またしたな。本庄さん、幼児は連れてきたのか。ちょっと待て。本庄さん、なんで俺が縛られなくちゃなんないんですか。気分だよ、気分。人質交換だろ。幼児、こっち来い。兄貴、俺はもうバンドへは戻らない、そうはっきり言ったはずだ。なぜだ。一緒にプロを目指そうって言ってたじゃねえかよ。おめえのバンドじゃ無理だって言ったじゃねえか。わかんねえやつだな。お前が俺たちの中でつば抜けた才能を持ってんのはわかってるよ。でもな、お前がそうなるまでに俺たちの力だって必要だったはずだ。お前を育てたのは俺たちだ。そうだろ。お前全然分かってねえな。ロッカーはな、誰にも育てられるもんじゃねえ。生まれつきのもんなんだよ。分かったようなこと言ってねえで、早く幼児をこっちへ起こせ。さもなきゃな、
こいつがどういう目やっても知らねえぞ。やめろ兄貴。うるせえ。しんちゃん。あ、マジかよ。ナイフなんか出すんじゃねえよ。シャレになんねえよ。もうやめよ。京子、な、何すんだよ。おい、お前ら。むなしいよこんなの。りょうちゃんなんかにこだわることないじゃん。新しいギター探せばいいじゃん。本庄さん、どうしてもっと早く来てくれなかったんですか。こういう時くらいちゃんと来てくださいよ。お前がちゃんとお迎えに来ないからよ。行けるわけないじゃないですか。おい、お前ら小さくまとまんなよ。どうした、何が問題なんだ。別に。別にってことはないだろう。君が悩んでるのはリハーサルの様子を見てればわかる。コンサートのメンバーのことか。あ、いや、まあそれもありますけど、なんかちょっと最近行き詰まっちゃって。珍しいな。確かに今売れてますし気力も充実してます。でもなんか恐ろしく不安になることがあるんですよ。多分君には強力なライバルが必要なんだな。ライバル。売れれば売れるほど誰も自分の音楽と対決してくれない。みんな素晴らしい素晴らしいそればっかりだ。だからだんだん不安になってくる。つまりそういうことだよ。本庄さん、私新しいプランを考えました。プラン？題して本庄有事バンド。あ？陽次くんをリードギターにして、あと優秀なベースとドラム探してバンド組むんです。あ、私もタンバリンくらいやれるかな。タンバリンはいいけどお前はいらない。とにかく名案でしょ。それでもって、ライブハウスでミニコンサートを開いて長女に名前を言って、これだ、絶対に行けますよ。私今日から陽次くんと一緒に他のメンバーを探します。いいでしょ。勝手にしろ。やったー。ところで陽次くんは。こんにちは。ああ、ヒューガさんがリハーサルやってるって聞いたもんで見学したいなと思って。悪いな、中止にしたんだ。そうですか。あ、レスポール。これヒューガさんのですか。ああ、弾いてみていいぞ。いいっすか。うん。社長。はい。あ、どうしたの。ちょっと相談が。何。今度のツアーのメンバーなんですけど、ギターの方を変えたいんです。なんかあった。うまく言えないんですけど、リハやっててもなんかこうビットくるものないんですよ。すまんなさい。そう、感性というのはアーティストの宝船だからね。いやいや、いいんだ。で、松田なんつってるの。松田は音のことを全然わかんないんで、まあ大丈夫大丈夫って調子で。しょうがないね。だけど変えたいって誰か当てはあるわけ。山崎陽次。あ、本庄が連れてきたあいつ。ええ、いや確かに腕は立つかもしれないけど、本庄がなんて言うかな。いや、本庄さんより本人の問題でしょ。本人は入りたいって言ってますから。あ、もう話しちゃったの。
はい。それで陽次君はどう思ってるの？いいチャンスだと思ってます。まあよろしくお願いします。そんな、本庄さん陽次君中心にして新しいバンド作ろうって思ってたのよ。でもね、陽次君だってどうせやるなら売れてる人間とやりたいだろうしね。聞けば陽次君はもともとヒューガさんのファンだったそうじゃないか。本庄裕二とバンド組んだってデパートの屋上で伴奏して教えて。でもあなたを見つけたのは本庄さんなのよ。本庄さんがいなければまだあの下手くそなバンドでギター弾いてたかもしれないじゃない。分かってます。本庄さんには感謝してます。だったら感謝なんてすんな。本庄ロッカーはな、感謝なんてしないんだよ。そういうことで今度のツアーで彼をお借りしますんで。借りるって別に俺の持ち物じゃねえよ。利用すんのはお互い様だろ。それよりヒューガ、こいつに食われないように気をつけんだな。じゃあな。ああ。ご忠告感謝します。だから感謝はすんな。本庄さん本当にいいんですか？何がだよ。本庄さんバンドやろって言ったら喜んでたじゃないですか。バカだな。俺のファンは俺を見に来んだぞ。だからソロの方がいいんだよ。ファンはみんなそれを望んでんだ。でもせっかく。ああ。本庄さん。やっぱ俺天才だな。今回のヒューガレータ全国ツアーの成功の一番の要因は新しくバックバンドに加入した山崎陽次のギターであろう。絶賛だな。本庄君まあ見えても人よしだからね。結局ヒューガレータに取られちゃうのよ。取ったとか取られたとかそんなこと本庄さんには関係ありません。そんなことないわよ。ヒューガ君が彼のギターが必要だったように本庄君にも何か刺激が必要なのよ。本庄さんは誰かに頼らなくてもやっていける人です。そういう風に見えるけどね、結局は弱いところもあるの。私は付き合いが長いからよくわかるのよ。それは昔の話でしょ。今の本庄さんは違います。私はいつも一緒にいるからわかります。うん。本庄裕二をめぐる女同士の戦いの始まり。何言ってんの。いやー、ツアーも大成功だったしね。ご苦労さんご苦労さん。いや、こいつのおかげですよ。まあこれでオリジナルビデオの方も売れることは間違いないですし、いよいよ本格的にヒューガレータの時代到来というわけですか。いやいや、本当にめでたいめでたい。うん。ところで今後のことなんだかね、どうかな、陽次君もいることだし一つ提案があるんだかね。はい。うん、なんて言いますかね、今度のツアー成功の重要な要因といたしましては、これは陽次君、君のギターがあるんだと思うんだな。ありがとうございます。そこでだね、どうかな、この際正式にうちと契約してだね、ヒューガレータのバックバンドの一員として頑張ってみる気はないかね。メンバーもそろそろフィックスしたいし、うん、次のアルバムからが曲作り参加してほしいんだ。曲やりたいだろ。あまりの感激に言葉も出ない。そんな感じだね。いいんだよ、遠慮なんかしなくたって。君はね、今日からもう我がワンダーミュージックの正式な一員なんだから。それはね、ヒューガ・レータのリードギター。これはあれですよ、このクラシックの世界に例えますれば、
このベルリンフィルかウィーンフィルの第一バーリーと、こういうことになるわけですね。業界のエリートコースだ。実は、うん、俺スタープロから誘われてるんですよ。スタープロってあの業界最大手の？ええ、コンサート見てくれたらしくてデモテープ聞きたいって言うから送ったら契約したいって昨日。契約したの？はい。それまさかソロデビューするってこと？はい。おう、新曲ですか？ああ、まだ途中だけどな。あ、お前スタープロ行くんだって？ええ、チャンスだな。どうもすみませんでした。簡単に頭下げんなって言ってたろ。はい、向こう行ったら久保田によろしく伝えといて。はい、いろいろお世話になりました。うん、失礼します。おい、小さくまとまんなよ。はい。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。ねえねえ、あおりちゃん、うん、あの幼児ってことデビューシングル聞いた？発売1ヶ月でさ、ミリオンセラーだってね。そう、結構評判いいんだよ。それにギターも上手いし、うんうん、結構いい声してんだよね。あとルックス、そうそう、結構可愛いね。可愛いよね。最高。ヒューガさん気にしてんだぞ。そう？平気だよね。あ、そろそろ時間じゃないの？あ、そうだ、テレビが始まっちゃうよ。その子が出るんだって。うん、さて、デビューシングルがいきなりミリオンセラーになったわけですが、あの現在の心境は？山崎です。よろしく。かわいい。ご自分でこんなに売れると思ってました。あ、はい、当然だろ。あ、はい、わかりました。なんだこいつ。今回のデビューシングルなんかに出やがってこの。誰に感謝したいですか？いいから。ロッカーは誰かに感謝なんかしない。何言ってんだこいつ。ヒューガさんに育てられた恩も忘れて。下積み生活を送り、今回このようにビッグになったわけですが。みんな集まって何やってんだい？おはようございます。本庄さん。幼児じゃない。あの、この業界で尊敬する方、またはライバルと思う方はいらっしゃるんですか？いいね。でもあの、聞くところによるとあなたは本庄裕二さんに弟子入りしてたことがあるとか。まさか。誰かに弟子入りするようなやつにロックはやれない。でもあの、ミュージシャンとして自分を育ててくれたそういう恩人とかはいるでしょ。あのな、ロッカーは誰にも育てられない。生まれた時にすでにロッカーなんだよ。ああ、なるほどね。それじゃあ、あの最後にあの、あなたのファンの皆さんに何か一言お願いします。小さくまとまんなよ。みんな本庄さんの真似じゃない。まだまだだな。あ、すいません、最後にもう一つ。おい、ヒューガ。本庄さん、俺は小さくまとまったりしませんよ。ヒューガさんのデビューには本庄さんが関係しているそうですが。ええ、ライブハウスでギター弾いてる時に今の事務所の先輩である本庄裕二さんに声かけられたんです。それが直接のきっかけですか？今やその本庄さんを追い抜いたというわけですね。さあ、
追い抜いたかどうかは別に気にしてません。先は走ってるつもりでも気がついたら一生遅れってこともあるし、またその逆もあるでしょう。大切なのは走り続けることじゃないかな。くそだなおめえら。なんだまたあんたか。おい、何しに来たんだよ。おめえらがいたんじゃ日本の6回の夜明けは遠いな。なんだとやるか。あっちやろうじゃねえか。ほら座ってろ。言っとくけどな、こないだのようにはいかないぜ。快！